イケボの池はイケてるの池でしょ。あ、そうなんだ。あ、イケメンの池か。いや、わかんない。イケてるボイこスなのがか。でも、やっぱり定義からね、しっかりしていかないと。イケてるメンズボイスでイケメンボイスだと思うんですよ、多分。はあ。だから、喋ってる後ろに、シャーみたいな、吐息が入る。例えば、ずっこんにと。ちは。こんにちは。怖っ。疲れそう。だんだん、空気足りなくなっていきそう。地球に悪いよ、その喋り方。あと、ちょいちょい英語が混じる。おー、やってみて。ハ さっきのと組み合わせるなよ でも、声じゃないと思う、俺。イケボって。声じゃないんだ。喋り方だと思う。例えば。なんとなく暗いじゃん、俺たちの喋り方。まあ、俺は少なくてもそうだと思うんですけど。自分が暗いという誰話も。をし始めたという感じ違う違う まあ、そうなんだけど、はそうい。じゃなくて、俺のイケボ配信者のイメージは、まはい。ず、なんだろう。リスナーさんの呼び方とかも、うん。子猫ちゃん。いや、ブワーって言う。笑っちゃいけない。なるほど。やイばいメーな、ジそれね。言いながら、顔がにやけてしまいそうですね、それは。そんで、子猫ちゃんこんばんはとかじゃない。子猫ちゃんおこんばんは。みたいな感じ。ー。ほんと？すごいね、なんそか。すごいですね。う。あ、で海もにそれに沈めさって。きの息を混ぜて、子猫ちゃん、うわこんばんは。と、ぶちのめぽしかったた？い感じありますね。許されないですね。